皆さんこんにちは。今日はローリングの手を説明したいと思います。ローリングの手は手の柔らかさでいうと第3パターンのリフトとプレスの混合型になります。ローリングの手は第3パターンを使うのですが、難しいところは第3パターンを右左同じように使うのではなくて、リフトとプレスを左右で逆に使います。で、右側がリフトの場合は左側がプレスになってます。で、交代、左がリフトの時は右がプレスになります。から右手と左手がいつも逆の動きをしているというのをまず念頭に置いてください。ローリングの手はプレスとリフトの繰り返しというふうに説明していますが、プレスとリフトの繰り返しですよね。で、これを脇を張って肘を折って、まあ、横向けにした状態でリフトとプレスをする、こういうような考え方になります。ですので、いきなりローリングを練習するのが難しい人はまず普通にプレスとリフトを練習した後、今度肘を折り曲げて胸の前で片手ずつリフトとプレスがまずできるかどうかというのをチェックして練習してあげてください。で、それが、まあ、できるようになりました。折って胸の前で片手ずつできます。そういう場合、今度両手を使って右左差をつけないでプレスリフトができるかどうか、右左どっちもできるようになってから片手ずつ分けるというのが練習法としては一番やりやすいかと思います。ですので、焦って早く回そうとしないで、まずは折った状態で片手でいいので練習してあげてください。で、どっちも片手でできるようになったら、今度は両手で同じように動かす。で、それができるようになってから交互に、で、まず交互にする場合も手を回さずに、ただ単に上下上げ下げするだけで初めはいいと思います。で、これで手が分けられるようになってからローリングを回すというのが一番練習法としては早く上達できる、まあ、近道だと思うので、このように練習してください。ローリングは1拍ずつ手を交代する時もあれば、2拍使って交代する時も様々ですが、考え方としては全く同じです。で、リフトとプレスが左右で逆になってる。で、上の手が向こう側、自分と離れたところを通って下に降りていきます。基本的な考え方はこのような考え方です。で、できるだけ肘は固定して、二の腕を動かさないで肘から下だけリフトプレスを繰り返すと非常にきれいに作れます。では、海の手で使われるローリングで移動していきながら作るというのを今日は説明していきたいと思います。で、4拍で、まあ、ローリングをしていく、行きながら移動させるんですが、手の交代は3回で終わります。では行きますね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、このように移動していきます。では、胸の付け方を説明したいと思います。これも考え方は他の胸の使い方と一緒で、自分の中ではローリングはいつも胸の前で作っているような気持ちで手を作ってあげてください。で、胸が45度、正面45度と移動するから、まあ、お客さんから見た時に手が移動しているように見えるんやのですが、手自体をこう横に引っ張っていくわけではないということを理解して練習してください。
ではローリングの手でよくやってしまいがちな間違いは、自分の手で回してしまうという間違いですね。で、実際はリフトとプレスを、順番に繰り返すから、ただ下ろして上げてくるだけなんですけど、自分でこう巻き上がってしまうというのをよくローリングの手ではしてしまいがちです。で、あともう一つやってしまいがちなのはリフトとプレスですから、この肘の曲げ伸ばしで作っていくんですけれども、この間違った場合はこの手の先で回していく、これもよくやってしまいがちなので、まず基本に戻ってリフトとプレス、肘を伸ばしている時にプレス、曲げている時にリフト、これがまずきちんと丁寧にできているかということを見直してあげてください。今日はローリングの手を説明しました。ありがとうございました。